お元気ですか、ボクシミです。今回は 2024BBM ベースボールカードルーキーエディション開封動画後編の7袋やっていきたいと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。はい、まずはね、1袋目でございます。ソフトバンクの大山亮投手でございます。で、中日のこれは小田豪輝外野手でございます。で、オリックスの小田島清流投手でございます。これオリックスですね。で、ソフトバンクのこれは藤田純平投手なんですが、キラキラ模様が入っております。こちらね、100枚限定のシリでございます。続けていきたいと思います。横浜の渡来勇気外野手でございます。で、日ハムの平田大樹外野手でございます。巨人の内館雄飛投手でございます。で、ロッテの藤田和樹外野手でございます。2袋目でございます。阪神の山田修也内野手でございます。で、楽天の、青野拓実内野手でございます。で、中日の菊田とは投手でございます。で、ソフトバンクの、こちら、柳沢良太郎投手の青白サインカード付きでございます。こちらがね、25枚限定のシリでございます。はい、続けていきたいと思います。横浜の清水真人投手でございます。で、西武の竹内夏希投手でございます。で、横浜の小笠原颯内野手でございます。で、2023年のこれね、ドラフトのこれはカードでございます。で、裏はこうなっております。3袋目でございます。中日の根尾昂投手のこれカードでございます。ソフトバンクの、大泉修也外野手でございます。広島の、滝田和樹投手でございます。で、オリックスの池田龍馬外野手でございます。で、阪神の木浪聖也内野手のカードでございます。ロッテの松石慎也内野手でございます。で、ヤクルトの澤井蓮外野手でございます。で、西武の杉山遥樹投手でございます。4袋目でございます。阪神の石黒裕也投手でございます。で、楽天の、入江大輝内野手でのカードでございます。で、ソフトバンクの宮里優は投手でございます。で、ソフトバンクの村田健一投手でございます。で、こちらね、東都大学のカードでございます。ジャイアンツの西舘投手、ヤクルトの西舘投手、中日の草加投手、で、西武の竹内投手のね、
基本選手の、東都大学のこれカードでございます。で横浜の、松本涼投手でございます。で西武の谷口朝日内野手でございます。でドラフトパックのカードでございます。5袋目でございます。少々お待ちくださいね。はい、出ます。失礼しました。ソフトバンクの井上智也内野手のカードでございます。楽天の、小蛇たつき投手でございます。オリックスの芦田武人投手でございます。で阪神の桃崎葵内野手でございます。ヤクルトの石原裕貴投手でございます。ロッテの竹内涼太投手でございます。で巨人の又木哲平投手でございます。で西武の金子浩二内野手でございます。6袋目でございます。ソフトバンクの前田優吾投手でございます。広島の常廣隼人投手でございます。オリックスの、川野颯太内野手でございます。で楽天の、ウォーターズ二階ジミル、内野手でございます。で日ハムの、妙生涼介内野手でございます。で巨人の、これは宇都宮キサラ内野手でございます。ヤクルトの西舘晃太投手でございます。で西武の村田レオン内野手でございます。で最後の7袋目でございます。ソフトバンクの岩井俊介投手でございます。中日の草加翔投手でございます。でオリックスの池田龍馬外野手でございます。で広島の佐藤圭介内野手でございます。ロッテの寺地優生捕手でございます。で巨人の村山元内野手でございます。で日ハムの宮崎和樹外野手でございます。最後はヤクルトの沢井蓮外野手でございます。以上で、2024BBM ベースボールカードルーキーエディション開封動画後編の7パック終わりたいと思います。ちょっと映像の方がねちょっとぼやけておりますが、その辺ご了承ください。でまたねもう一箱買っておりますので、届き次第開封動画やっていきたいと思います。またね2024年またねプロ野球チップスがね発売されるので、また購入したいと思います。その時もね、開封動画として上げていきますので、よろしくお願いいたします。なおね、料理チャンネルの方では、サブチャンネル、僕の料理チャンネルの方も上げております。夕飯動画だけじゃなく、試食動画で、カップラーメン、カップ焼きそば、レトルトカレー、冷凍食品などを上げておりますので、興味のある方は、ぜひそちらも
ね、見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。